どうも、こんばんは、ワドです。こんばんは。2017年の、10月の9日、20時36分です。よろしくお願いします。映像と音声問題なければ手を挙げてください。映像と音声両方とも問題なければ手を挙げてください。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。銃撃戦どういう展開だよ、本当。何を期待しとるんだよ。どういうことだよ。カップル配信から銃撃戦とかねえだろ。何を期待してるんだい。おい、そうそう、こんばんは。まあ、家に帰宅しました。のんちゃん、お疲れ、今日は。お疲れ。はい、こんばんは。お疲れ。これさ、冷蔵庫入れてきて。いや、疲れたね。風船ありがとう、TK 忍者。疲れたね。いや、久々に出歩いたわ、俺も。はい、メリンコいらっしゃい。映像音声問題ない。了解。手挙げてくれた人ありがとう。マルさん、バーガーありがとう。TK 忍者、風船ありがとう。マルさんも TK 忍者もいつもアイテムありがとうね。ありがとう。じゃあ、レッドブルで乾杯しようと思います。レッドブルでいきます。ケピー、KP、のんちゃんは何飲んだの？チェルシー、チェルマックシー。シェイク、チェルシー、チェルシーか。乾杯。お疲ケれっす、ピー、お疲れ。KP。いや、俺のリュックからのんちゃん、例のブツを。ああ、メリンコ、KP、ハートありがとう。みんなも長時間お疲れね、今日は。お疲れ様でーす。いや、めちゃ、おー、花火ありがとう。そう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 、KP。ありがとう、そうそう。いつもありがとうね。花火ありがとう、KP。よいしょ。まったりしよう。まったりやろう、のんちゃん。雑談だ、雑談。いやー、疲れたな。レッドブルじゃん。あ、モンスターか。ごめんごめん、間違えちゃった。モンスターか、これ。エナジーで、エナジー。疲れたな。出せる出せる。違う違う、重くてじゃん。これがちゃんとなってないじゃん。あのんちゃん、手怪我してからできねえのか。これを、あれ？何これ？なんでこんなになっちゃった？はい、これで、ちゃんと入った。これ取った？なんでこれ？これ、何やってんの？これ、これ取った？何これ？え？はい。重いの？はい。じゃあ、のんちゃん、これ自分のから、まずリスナーさんに発表してください。はーい。音止まった。のんちゃんの方からだよ。俺の方ネタバレしないでよ。まずはのんちゃんの拳銃さらします。鮫島さん、約束守りましたよ。鮫島さん、一馬兄さん、男ワド、昨日の男の約束を守ったよ。おい、エンビー、お疲れい。来たね。はい、のんちゃんの銃です。のんちゃんの銃来たよ。グロック、グロック18C だね。グロック 18C。 おい、ただいま。ちょっといじってみようぜ。中行こうよ。開封しようよ。これちょっともう一個のそっちこっの。ち？これ俺の方だ。おい、ユナンポンお疲れっす。ユナンポンね、鮫島さんにメール送っといたから、ユナンポンのこと。来た。プレゼント。す、いや、好きなんだね、のんちゃんね、そういうの、やっぱ。
でーん。これ結構重たいよね。あー、ダメだ。左手で試してみればいいじゃん。うん、どう？ちょっと持たせて。あ、まだ入ってないからちょっと若干軽いね。うん、これ引いても出ないでしょ？うん。かっこいいね。のんちゃんのだから。だから。これじゃないの？安全装置違うの？これ？こっち？よくわかんない。俺拳銃。ガスガンガスガン。うん、何やってんの？ん？何やってんの？え、何？壊さないでよ。いや、壊さないで買ったばっかだから、なんかずれてるよ。ん？何やってんの？大丈夫？これ取って取って。うん、いいよ。取ってあげる。これ引っ張ればいいんでしょ？うん。うん、なんかずれてるけど大丈夫？何やってんの？壊さないでよ。使い方分かってんの？何？いや、本当にやめて。いや、何をやってんの？いや壊れるよ。なんかずれてるよ。大丈夫だよ。これなんだろう。だからオートとあれじゃないの？セミオートと単発じゃないの？これこっちでしょ。こうかこうでしょ。ね、ガチャガチャいじって壊さない。ほんとやめた方がいいんじゃないの？何やってんの？何やってんの？いじりたいの。おお、危ねえな。なん、いや壊れるよ。ほんとそんな変ないじり方してたら。だってもうずれちゃってるじゃん。ここずれていいの？だってここ後ろに出っ張っちゃってるよ。だって最初こっち側に行ってたよ。何やってんの？いや、だったら空打ちしてみれば。空打ちって大丈夫なのかな。重っ。逆でしょ、うん、おー、いいね。ちょっと持たせて持たせて。重い。あ、重いね。重い、うん、ほら壊れた。これが安全装置。これ何なんだ。引かないでよ。引き金、ね、あれ何買った。いや動かなくなっちゃったよ。あ、動いた。ん、何や、どうなってんの。知らないよ。説明書読みなよ。そんなものは何。ほら動かないじゃん。ん、何、壊れた。わ、ほら、うん、壊れちゃった。壊れたじゃん。本当？いや壊れたじゃん、ほら、うん、あ、壊れた。いやマジで壊れたんだけど、ほら壊れちゃったよ。なんでガチャガチャいじったの。壊れてんじゃん普通に。ほら、え、どうすんの。何やってんの。何、あー、え、てかマジで壊れたよ。本当に。いやだからいじるなっつったじゃん、マジで言ったじゃん。うわ危ないよ。うわー、なんだよ。壊れちゃったじゃん。どうすんのこれ。え、壊れたじゃん。だから本気でやめろっつったじゃん。ほら、なんで変な意地。危ないって。だから壊れたじゃんこれ。ずれてんじゃん。なにこれ。うわ危ねえ。なんでこんなとこいじったの。どうすんのこれ。え、なにこれ、もう怖いんだけど。これ抜くよ。え、抜かないで。じゃ抜かないでじゃなくて、壊れてるから本当に。いや壊れてるじゃん、戻らないんだもん。壊したの、のんちゃんが今。え、何これ。いや動かさないで。なんで説明書読まないの。なんか買って使う前に。あ、え、何やったの、のんちゃん。マジで、え、どこ、何これ。ほら壊れちゃったじゃん、もう。ん？これはだからオートでしょ、これは。あれ？これが、え、何これ。なんでいじるの、ガチャガチャ。もう動かないよ、ほら。もう壊れてんじゃん。え、直す
玉詰まりじゃないよ、玉からだもん。もうここぶっ壊しちゃったの、のんちゃんが。ほら、もうバネ、いかれてるじゃん、ほら。ほら。お、ほら、ぶっ壊れちゃってんじゃん。これダメだよね。一発打ってこうなるってダメだよね。え、どうすんの、これ。いや、マジで。聞いてきな。俺、行かないよ。めんどくさい。ダメでしょ、買った店じゃない、ダメだもん。壊れてるんじゃなくて、のんちゃんがガチャ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 変ないじり方したのよ。いじるなっつったのに、なんかもう 動きがおかしいもん。ここももうずれてんの、ほら。ここもマガジン取ってみな。マガジンってどうやって取んの？あ、こっちの。うん、だからどうやって取んの？これ、うん、これ取ってどうすんの？これどう？もう、いや、多分これ効かないよ。なんかもう変な壊れ方したもん、のんちゃん。なんでここいじったの？これどうやって外すの？なにこれ、ちょっと、どうしたらいいんだろう。俺もわかんないよ、こんなの。いきなりぶっ壊したじゃん。何が切り替えなの、これ。これここか。じゃあ説明書読むから。だからもう遅いよ、壊れてんじゃん。壊れてる。いや、壊れてるもん。ほら、もうバネがおかしくなってるもん。後ろを前に向かって手でスライド。後ろを前に向かってって何？何？後ろを前に向かってってどういうこと？後ろを前？後ろを前？後ろを前に向かって手でスライド。後ろを前って何？後ろを前？東京丸いだよ。しかも新品でちゃんと動作確認もしたけど、のんちゃんが本当に今変ないじり方したんだよ。なんだこれ、使い方わかんねえんだけど。じゃあここがずれるのよ、ストッパーみたいに止まんの、ガチャって。ん、なんで変ないじり方するの。セーフティーが、安全装置はこれだ。ん？これがセーフティーだって。これ、うん、安全装置。ん？安全装置？ん？セーフティーオフ、装填、ガス、トリガーセーフティー、セーフティーオンになる。スライドストップっていうのがぶっ壊れたのよ。スライドストップっていうのが、これどうすりゃいいの、スライドストップぶっ壊れ。玉が切れてる人はブローバックしたままに。玉が切れてる時はブローバックしたままになるの？え、でもずれてんだよ、もうちょっとここ。あ、のんちゃんにありがとう。え、カチッとはめる。で、初段の装填交渉。え、でもダダダダって、ほら、なんかずれてるよ、ここ。ほら、このまんまになる、戻らないんだよ。こういうもんなの。玉入れてみる、入れてみる。え、でもどこに打つの、玉を。え、なるの、詰めんの。ガス入れてマガジン入れたらブローバックする。どうぞ。ガチャってならない。多分玉入れたら治る。枕持ってきて。
ガスがその店員さんが入れた分しかないからな。これ指でこうやって詰めるの？こういうもんなの？撃たれちゃう。別に俺の枕でもいいよ。うん、いやだからやめろっつったのにさ。えでどうすればいいの？これ玉入れたじゃん。こういう風に詰め込んだの。これをここに入れればいいの？オッケー。これでオッケー？でもほら戻んないよ。戻んないよ。これ。あれ戻った。いけるかな。これでいいのかな。で、行く。あれ、玉出てきた。いいの。じゃあ打つよ。あ、行った。じゃあオートにするよ。俺試していいの。あれ、ほら、ならないじゃん。これ壊れたでしょ、絶対。え？ここで引っかかるんだけど、これずれたんだけど、これ合ってる？こんなんなるの？これおかしくない？いやわーじゃなくて、しかもここのバネが明らかにずれてるのよ。玉切れ？玉切れだ。玉やっぱいっぱい詰めないダメじゃん、のんちゃん。玉はのんちゃん。ああ。もうこういうのマジで嫌い。イライラする。玉は飲んじゃう。そこ下。いやイライラするわ。こういうの嫌いなんだよ俺。枕に押し付けてフルオートは壊れるからやめろ。あ、わかった。え、フルオートにしない、単発でやっていけばいいの？何発ぐらい込めればいいかな。10発ぐらい、うん、俺銃のハンドガン、もうハンドガンほんと嫌いだわ俺。じゃあハンドガン嫌いなんだよ俺ほんとに。あ、ハンドガン嫌いだっつってんのにさ。これ指でこうやって詰めるもんなの？これ正しいやり方なの？合ってんの？うん。少し離れて打て。これくらいでいい？弾壊れてないの？大丈夫？のんちゃんやってみな。壊れてないって。え、でこれが上が、ここの上の部分が、なんじゃ入ってないから、ここの上の部分があれで、ここの下の部分がオートでいいの。これが下にするとオートで、これが、それで合ってる？合ってる？正しい。はい。やってごらん。こっちおいで。よいしょ。やってごらん。それ。なんだよ。左手でやんなよ。打つなよ、俺に。なん、逆じゃん。なん、逆だって、なんか壊れる。ん、逆じゃないじゃん。ん、ついてんのこれ。うん、大丈夫だ。はい。うん。おお、強えな。あ、大丈夫か。治った。治った。もう一回打ってごらん。おお、強えな。いや、強えな。穴開いてんじゃん。穴開いちゃう。穴開いちゃう。大変。やば。やばいやばい。強。これ危ないな。ちょっと抜いとこ、はい、抜いとこ。危ない危ない。これでも入れっぱはバネダメになるよね。これどうやって抜くの？これ、これどうやって抜くの？これ玉、あ、玉がなくなったら自動でロックがかかるんだって。壊れてないって。うん、これ玉抜くのはどうやってやるの？玉抜くのはどうすればいいんだろう。全部打つ、全部打つか。はい、フルオートで打ってみたら。せっかくだからこれ下げて。危ないよ、何やってんだよ。
いや下げろっつうの。下がれなんで今になってる。だからあんまりこっち側に来ないでよ。あ、じゃあカメラのことも考えてちょっと配信したでしょ。おお、全部打った、うん、おお、すごいね。え、こんなに早いの。え、怖い。いや、弾残ってるよ。弾残ってるよ。いくよ、いくよ。あれ弾詰まり。おお、うん、なにこれ、なにこれ、そそってるよ。なんだこれ、もう俺ハンドガン大嫌いだわ。あれ、なんだ、なくなっちゃったんだよ。ん？ガスが。ガスじゃないでしょ。さあ、BB 弾詰まってる。ん？なんだこれ。ガスがなくなった。違うでしょ。ああ、嫌いだわ、本当に。嫌いだわ、俺、ハンドが。え？何？ガスがなくなった。うん、ガス切れ。あ、ガス切れか。え、じゃあ、弾どうやって抜くの？あ、そっか、ガシャガシャやればいいんだ、これで。うん、そうだ、頭いいな俺、うん、ほらこれ止まったから、これで、これで、うん、これで、この状態でどうやって解除すればいいの、これは。これでどうすればいいの、これ。その時にここでこれをこうやってやればいいのか、そういうことか。あ、はい、賢くなったよ。ありがとうございました。よし、ありがとうございました。壊れる？え、何がダメなの？何がダメなの？何がダメなの？え、これガチャガチャガチャってやるのがダメなの？もうむずい、本当に難しすぎる。むずい。何がダメなのか教えて。スライドストップ。いや、ちょっと一服させてくれ。イライラが止まらん。イライラが止まらん。うん、ダメだね。まあでもそんな簡単に壊れるもんじゃないっていうのが分かってよかったわ。うんちゃんこっち来て、うん、じゃあ次、弾の出し方、マガジンから爪で出しな。あ、了解です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここでクイズです。皆さんクイズ出してもよろしいでしょうか。一服しよう、のんちゃん一服しよう。いいよ、ゆっくりして。僕の買った拳銃は丸い製のブローバックガスガンです。さあ、メーカーを、メーカーっていうか銃の機種を当ててください。銃の機種を当ててください、皆さん。銃の機種を当ててください。よろしくお願いします。銃の機種。ベレッタ。さあ、皆さん当ててください。ベレッタ。知らんなっつってアホアホめん。グロック18。いや、グロック18やん、ね、今買ったでしょ。のんちゃん見せてあげて。グロック18、うん、ちゃんだよ。のんちゃんコルトガバメント、ベレッタ、サノピストルハンドガンですよ。あのハンドガンじゃないのは、俺のメインウェポンはこれです。こいつです。 P90、 これがメインウェポンです。はい、僕のコルトパイソンね。正直言うとグロックいいなと思ったんだよね。ちょっとのんちゃんこれ構えてみてよ。どんな感じになるの、女の子が構える。小柄な人でも使う。あんとね、ここに、うん、違う、左、違う こうでそういう感じなんだって、うん、ああ、でも、ね、やっぱ女の人でもいけるね。ちっこいからいいじゃん、似合うじゃん、いいと思うよ。 PSG1 ワルサー P38デザートイーグル、ガトリングはハンドガンだっつってんの。いいじゃんいいじゃん、似合うじゃん、ね、目がマジじゃんカメラ目線でやって、カメラ目線でやって、目がマジだから怖いから、うん、リアル元子だね違う目、それさ、あれじゃん、ミュウツーボコボコにした時の顔だからリボルバーね。いきますか。会社はですね、やっぱね、伊達男っていうことで、伊達男っていうことで、行かせていただきました。僕はイタリア製です。イタリア製ですよ。ここでイタリア製行かせていただきました。はい、
イタリア製行かせていただきました。正解です。ベレッタス。いや、ベレッタっしょ、やっぱり。俺もグロックの同じの欲しいなと思ったの。連射かっこよかったから。ベレッタ行こうと思ったんだけど、ベレッタ行きましたね。ベレッタどうなの？ベレッタ。ベレッタどう？みんな。ベレッタですね。イタリア製当たりっすね。うん。ジローラモショイタリア製って言われた瞬間に俺はグッときたもん。ウージーは本当に欲しかったのは俺ウージーなの。サブウェポンもサブマシンガンにしたかったんだけど、鮫島さんに怒られて、お前ハンドガン戦どうすんだよっつってバカにしてんのかって怒られて。あ、僕の彼女ですね。はい、イタリア製ベレッタ東京丸い行かせていただいてもいいですか。PX4 です。PX4 です。どうなのこれ、何点なの。もうね、正直俺ハンドガン嫌いだわ。正直。正直ハンドガン合わねえ。なんかね、グッと来なかった。ただ、その中でも、まあ、これだろうなっていうのが。僕、重っ。俺の方が重い。持ってこらん。全然重い。全然重い。うん。はい、小さじさん、重いでしょ。本当だ。入ってないんだよ、マガジン。入ってないでしょ、入ってるわ。ごめん、入ってるわ。うん、なんだ、はーって。入ってる時もあるだろう。うん。入ってました。入ってたんだよ。これで2人でいくらぐらいだった ?25% オフだったよね。うん、のんちゃんのが1万3000円で、俺のが1万1000円かな。2つともなぜか 25% だった。どう？似合う？のんちゃん、ちょっと構えようよ、お互い。カメラに向けちゃダメだって怒られる。そうだね。どう？どうすか？俺の銃はこんな感じ。ベレッタの PX4。似合わない？そう？のんちゃんの方が男らしいよね。ちょっと比べようよ。俺はイタリア製。のんちゃんの方がちょっとかっこいいよね。四角くて。で、俺のは丸いフォルムでちょっと、なんつうんだろう。なんだろう。うん。スコープはつけないかな。つけられんのかな。どうなんだろう。俺のは1万1000円で、のんちゃんの1万3000円。俺はこっちの方がしっくりくるんだよね。うん。これが安全装置なのかな、これは。これが安全装置？何なの？これどこがどうなってんだ。オーストラリア対イタリアだね。これどこで、ああ、こういう感じか。そんな威力じゃないでしょ、ハンドガンだから。のんちゃんの方がハマってるじゃん。ノリコ、バックアップは頼んだぞ。俺が行く。え、任せるの？そこはのんちゃん、ちょっと駆け引きないの？任せたって終わっちゃう。ドラマ発展しないじゃん、それ。せっかく振りをやったんだから、のりこ俺に行かせろっつって、任せたじゃドラマにならないでしょ。もう一回やり直すよ。のりこ、後方支援は頼んだぞ。待て。お、なんだ、のりこ。私が先に行こうじゃん。ダメだ、のりこ。ダメだ。お前は女だろ。何言ってんだ。俺が行くんだ、のりこ。お前はまだ。私が先だ。待てよ、そこで。リーダーの鮫島が死んだんだ。鮫島さんの仇を取らせてくれ、のりこ。それは私の役目だ。お前がそこまで言うんだったら俺がバックアップする。行け、のりこ。よし。なあ、早い、弱。肩が、肩に、肩なんだ。今お腹だったじゃん、歌ったの。ダメだよ、ショートコント下手だな。
のんちゃんってどんな性格なの。こんな性格だよ、うん、ダメだわ。チーム上手クソだったな今、うん、おお。死ぬ前に一歩させてくれいや、吸っていいよ。あれ俺のも、ああほら、のんちゃん壊れた。同じだよ、同じ現象じゃない。いや、これどうすればいいの。どうやって戻すのこれ。戻す方がわかんねえな。おお、うん、暴発すんな、これやべえな、拳銃って。これがロックかな。あ、これがロックだ。あ、すごい、安全装置入れるとほらこれ固まるんじゃなくてクリクリなる。タバコやめてないよ、吸ってるよ。うん、親指でスライドトップ戻すのがいい。なるほどね。スライドトップって何？これか。あ、これ引けるんだ。引けるんだ。あ、すげえすげえ。え、でもオートマでこれ引く必要なくない？よくわかんねえな。手で引いて戻すな。え、何で戻すの？え、どういうこと？ちょっとやってみていい？空打ちしてみていい？いくよ。こうなったらどこで戻すの？どうやって戻すの？どうやって戻すのじゃ。ガスだよ。ガスです、うん、どうやって戻すの？親指のストッパーって何？ここ？これ？これで戻すの？あうん、知ってたしね。知ってたよね俺らね、本当はね。あ、うん、あ、そうそう、うん。もんちゃんのストッパーはどこにあんの？ストッパー、これがサブマシン。どれがストッパーなのか、どれがその連射なのか全然わかんないんだけど。ガス入れてやってみればそのうちできるよ。うん、プシャ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 。ねえ、でもこれ試しに打ちに行きたいよね、うん、ちょっとカメラに映像撮っとこう。記念キャプチャー用にちょっとリスナーさんにサービスショット撮ろうか。よいしょ、構えて飲んじゃう。いくよ。ちゃんとできてる？わかんない。でも銃口が高くない？合ってるそれ、うん、こことここだよ。合ってるよ、うん、はい、キャプチャーしてください。あ、いいね。え、俺の方がかっこよくない？聞いてないじゃん。俺の銃の方触ってみ。こっちの方かっこよくない？いいよ、置いていいよ。重いね。こっちの方が軽いね。あ、こっちの方がいいな、うん、安全装置どこなの？安全装置これは？これかな、わかんないけど。これ違くない？俺のはだいたい仕組み分かったんだけど、のんちゃんの安全装置はよくわかんない。あ、こういう感じか、うん、ヤクザっぽい、ね、ギャングっぽいんです。ベレッタの方が新しいんだ。あ、これなんか四角くていいな。握りやすいでしょ。あ、これはこれでかっこいいな。こっちの方がでもテンション高いじゃん、やっぱり。グロックの方が好き。俺ベレッタの方が良かったわ。重たいね。俺はこっちの方が好きだね、うん、やっぱコンパクトの方がかっこいいね、うん、のりこのやつもスライド正しい状態戻ってんのこれ、うん、戻った。戻った、大丈夫、うん、うん、戻った、うん、うん、いいね、うん、いいね、後
その銃が出てる映像、これはなんかあんまりそのメインで使われてなかったね。そっちは主人公何使ってるかちょっと検索してよ後で、うん、これはなんかバイオハザード5の何々のシーンでザコが使ってたとか、ダイハード4、ダイハード3で敵から奪った時に一瞬だけ使用とか、なんかあんまりそのメインの武器ではなかった、人気のある銃ではなかったね。うん、おいっす、ゴツーさんいらっしゃい、久しぶり。バイオ5がレオンがちょっと使ったみたいなこと書いてあったな。これはなんかに、え、でもかっこいいと思うんだけどな、微妙、うん、でやっぱりガンホルダーじゃなくてここでしょ、やっぱりあのここでしょ、ここじゃない、やっぱりここダメなのかな、アメリカのおじさんだよ、うん、これダメ、これダメ、ダサい、これダメ、これダメ、みんなこれ、ここに引っ掛けダメ、腹毛さえない、腹毛さえなければ大丈夫腹毛はダメでしょ、俺のチャームポイントだから、ダメ？鮫島先輩はもう寝てるよね、鮫島先輩疲れて寝てるでしょ、多分疲れて寝てるでしょ、怒られるよ、怒られると思うよ、何時だと思ってんだよ、何時だと思ってんだよって、あれでもなんかメッセージ来てる、ユナンポン、アウトレージごっこだね、あーハンドガンか、買っちゃった、灰皿、はいはい、ロマンあるけど実践的ではない、おい横ちゃんこんばんは、え、何ベレッタがダメってこと、またダメ出しされんの俺、サムライエッジもかっこいい、サムライエッジってあれ何なの、サムライエッジっていうメーカーはあんの、銃会社で、本当に分かんないけど、なんかサムライエッジはいいってみんな言うよね、サムライエッジって何なのあれは、俺もよく分かんないんだよね、何なんだろう、ありがとうございます、イケメンです、ありがとう、うん、バイオハザードで使われてるシリーズがサムライエッジ、しまうところか、実用的ではないか、テンション上がるよね、やっぱおもちゃは大事だよね、これどこに飾ろう、枕の下にやっぱ常に入れとく感じ、うん、夢の中で見るよ、に出るだろうね、うんうん、もうこれで勝てるよ、夢の中で、うん、誰に勝てる、ゾンビ出ないよ俺の夢、うん、バイオハザードでウェスカーが伝わってやる、へえ。実際には存在しないんでしょ、いや、ていうか俺ベレッタ好きだわ、かっこいいね、かっこいいのよ、 BX4 カスタムって書いてある、それかっこいいね、これいいよね、うん、なんかデザインがなんかかっこいいよね、うん、うん、ワドーの買ったやつのカスタム版がサムライエッジ、あ、そうなんだ、なんか ベレッタなんだ、 PX4 だね俺のは、へえ。銃はかっこいいと思ったものがかっこいいんです、何がかっこ悪いとかはない、名言、うん、まあでもね俺にはね P90 あるからね、 P90 とサブウェポンが PX4、 うん、俺のはあれだよ、 PX4 だよ、ベレッタっつっても PX4 ですね、だからちょっとデザインが流線的というか、なんかちょっと斜めってるというか、なんて言えばいいんだろうこれ、ちょっと違うよね、最新版の銃でしょベレッタ社の、うん、そうだよね、
え、だ、弾の弾倉数25発、そっち。それ多分変わんないのかな。うん。すごいな、でも銃って。もうこれで簡単に人殺しちゃうんだから怖いよね。あとその実際こんなのさ出されたら本物か偽物か見分けつかないじゃん、リアルすぎて。わかるもんなの本当に銃持ってる人からすると。ここの穴がちっちゃいとかな、え、でも結構でかいぜ、うん、グリップがかっこいいですよね、うん、かっこいいよね。でここの部分変えられるって書いてあったよ。ここの部分を太くしたり短くしたりできるんだって。指比べれば、こっち側と比べればわかるじゃん。もうだいぶ腫れ引いたかんね、これ、指。全然違うぞ。これ、もっと倍ぐらいでかかったよね、包帯の方。パンパンパンな。うん。こんなにこんなにぐちゃぐちゃになるまで殴ったかんね。やばくないこれ。うん。全然違うぞ。これ紫色になってたんだよ全部が。うん、うん、ひどいよね。そろそろなんちゃん向かい込んでて。いいよいいよ全然いいよ、うん、痛々しいよね、うん、ベレッタもいい。あ、クモンリオお疲れ。ベレッタもいいけど、黒星 TT33 が一番好き。あ、クモンリオさ、やるサバゲー。サバゲーとか好き？やろうやろう。クモンリオやる？一緒に。サバゲー。今、チーム作ってんの。サメ島さん、ドレさん、俺、のんちゃん、コトカ、ユナンポン、リンリン。トカレフのことか、銀だらか。うん、やる？サバゲーチーム作ってんの今。チーム上手、あの配信者でサバゲー大会やろうっつって。いつとかじゃなくないね、いつとかじゃなくてチームのメンバーを募集してて、で10人とか20人とか集まって貸し切りができるようになったら配信回しながらそのサバゲーやるって感じ。そういうノリ、そういうノリ。いつとかはまだ決まってない。でも本格的に練習とかやったりする。腕立てとか、腕立てとか。まあクモリュウは体できてるからさ、あ、新体操とかやってたし、多分一番身体能力高いでしょ。トカレフは暴発が立つ、手が飛ぶ。あれはだから中国のコピーだからでしょ。全部取られて今10歳のガバメントしかない。学校の先生に取られたんだ。それ返してもくれんじゃないの。それは返してくれるっしょ多分。返せって言ったら窃盗になっちゃうから、うん、そうそう。ターミネーターいるかんのや。かっこいいな、うん、やっぱ火縄銃が良かったけどな。トカレフはソ連か、うん、70出してロシアの方買った方がいい。なに、あの実際の銃の話してんねや、エアガンの話してんだよ。実銃の話してねえわ。A茶が持ってんな。ミスターウィックさんいらっしゃい。ベレッタっすね。火縄銃もあるけど怒られるからやめとけって言われた、うん、まあでも決まりだな。これでもう鮫島さんにもね文句言われないでしょ。鮫島さんのハンドガンなんだっけ。鮫島さんのハンドガン何なんだろう。
まあまあいい買い物だったな、うん、重い。手榴弾もあるらしいよ、 BB 弾の手榴弾もあるんだって。うん、今度デザートイーグルのガス買っていじる。いいねいいね。俺まだフィールド行ってないかんな、早く行きてえな。うん、早くデビューしたい。まあ武器は揃ったな、とりあえず武器は揃った、俺の中で武器は揃った。装備か、装備っていうの、あとは装備って服のことでしょ。うん、和藤さん多分ご存知だと思うけど、中学生の時エアガンでも BB 弾流し込むタイプと1個ずつ詰めるタイプがあって、1個ずつのやつめんどい。多分これ1個ずつじゃないですかね、俺銃詳しくないっす。だから今もリスナーさんに教えてもらいながらやってたの。流し込むタイプじゃないよねこれ、一発一発入れるタイプですね多分、一発ずつタイプだと思うわ。フィールドデビュー、ユナンポンとちょっと練習しようか。ユナンポン近いし家。え、ユナンポン結構本格的に何年ぐらいやってんの、サバゲー歴。サバゲー歴何年？あ、でも僕アサルトライフルあるんで、アサルトライフルじゃない、サブマシンガン持ってるんで、俺はこっちがメインウェポンなんで、うん、僕にはこいつがあるんですよ。こっちがメインです僕は。うん、こっちです、うん、でサブウェポン変えて怒られたんですよ、鮫島さんに。でそれがベレッタっすね、こ今日買ったやつが。うん、P90 みんな笑うんだよなダメなんすか、賛否両論分かれるところが。うん、何年もやってない、最近そう、次世代っていうか、なんか俺なんか全然やったことないか分かんないですけど、スナイパーはのんちゃんがやる、近接戦は俺が担当することになってるね今のところで、あの指示出しとそのバックアップは鮫島さんっていう役割的には今そんな感じになってる。ユナンポンがどこ担当するかだよね。あ、FPS の中では人気ないんですね。うん。斎藤はのんちゃん。俺はだから、あれだろうね。馬頭だろうね。うん。元子が鮫島さんだよね。まだ両手数えるぐらいしかフィールド行ってない。あ、じゃあ俺より先輩だから教えてもらおう。あとは防具とか買わないと。パルバック、パルプルバック式っていうんだ。斎藤はのんちゃんだね。いや楽しみだな。いいでしょう。やっぱ武器ってかっこいいな。武器って、武器はかっけえわ。武器はかっけえ。トグサはだから誰だろうね、トグサ役は誰だろうね。あー、どうもどうも、なおさん頑張って、誰か蜂の巣に対戦相手だからチーム分けがどうなるかだよな。まだメンツが集まってないから。メンツ集まり次第っすね。うん、デザートイーグルいかつかったっすね。重たかったんで、ちょっとコンパクトな銃がいいなと思って。
でもコンパクトの銃だとグリップが悪かったから、結局なんかイタリア製ベレッタがいいなと思って。ノルさんは近接戦闘で銃なんかいらないっつって、鮫島さんにクソ怒られてたね今日クソ怒られてたよ、うん、クソ怒られてた。いつでも声かけてください。詳しいやつは腐るほど周りにいる。あ、いいですね、いいね。あ、じゃあ俺練習そこでやらせてもらおう。ユナンポンの仲間にちょっと教えてもらうわ。一応来月の頭ぐらいからやろうっていうことにはなってるから、ミーティング的には来月の頭ぐらいからそのチームとして動き出そうっていう感じだから、そうしようか。デザートイーグルってクマ倒すためよ。へえ。あ、まあ威力やばいもんな。あ、ドレさん素手でクマ倒せるだろうけどね、俺らは無理だからね。大丈夫かな。弾はマグナム、反動がやばいらしいですよね。腰抜かすって言いますもんね。どうやって構えるのが普通なんだろう。腕って伸ばしきるのかな、これくらいで構えるのかな。右目と左目どっちで合わせるのかも分かんねえし。あ、課金なんだ。あ、まあ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 、デザートイーグルはもう数々の主人公がいますもんね。横に倒す方がプロっぽい。こういう感じですか、こういう感じですか。こうじゃダメなの、どうやって握るんだろう。こう、練習しとかないと。反動の関係で横の方が弱いらしい。あ、いやー、ロマンだわ、いい感じだわ、いい感じだわ。銃は縦で腕伸ばすのがスタンダード。ただかっこよく構えるんだったら横なんだ。ああ、銃社会がなくならないわけだって。かっこいいもん、こんなの。男の子のロマンでしょ。実銃だったらもっとやばいわけでしょ。もっとテンション上がるし、もっと撃ちたくなるわけでしょ。なるほどな。AK47 は、サメさん AK47 だっけ？AK47 言われたんですけど、なんか僕は P90 めちゃめちゃ気に入っちゃって、P90 で行くって感じですね。P90 発。メインウェポンは P90 ガチガチにいじってこうと思います。リアルハンドガンは38口径もあると本当にハンド後ろに吹っ飛ぶ。ほう。撃ったけど両手で構えても後ろに吹っ飛ぶ。へえ。バン、こういう感じなんだ。すげえな、それ。実銃撃ったことあんだ。どこで撃ったんですか？うん。弾は横並びなのにどうやって前に出るのか。確かに。アメリカは銃持てるんだっけ？あれ、本当にムカついたら撃ってしまいそう。ねえ、危ないよね。まあテロがあったばっかりだしさ、うん、いや、わかんない、俺撃ったことないから11回も。タイの軍基地で撃った。はい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 。あ、タイとかだったらありそうだよな。
バンコクとかだったらマジでありそう。うん。ディスカウントショップで普通に銃売ってんの？やば。やば。すげえな。自分の P90 問題発生どうしたんですか、ルシさん。大丈夫ですか。問題発生って電池直ったら直るっつってるじゃん。のどれくらい使ってないんですか。あ、でも体鍛えたくなるな。撫で方だせえ。あ、なんかさ、その映画みたいにならないね、腕が細くて。やっぱさ、ドレさんとかさ、ハンドガン打っても使えない。使えないってなんだよ。動かない。バッテリーの問題じゃないの。ウケるわ。犯罪が証明あるのに銃を買うのに簡単ではない。あー、消防か球団。うん、動かないとか言って、ちょっと焦ってるルシさん、かわいいな。僕のベレッタですね。ベレッタの、PX4 っていうやつで、比較的ベレッタ社の中でも新しい、要はイタリアですね。デザインが気に入って、うん、なんかこのなんか独特の流線形のフォルムというか丸っこい感じがかわいくて、でグリップ実際握った時の感じがしっくりきたんですよ。一番ちょっと重たいんですけど、妖精ザクロっていうザコが剣が突然やってます。和道さんは本当にザコだと思います。え、和道さんには本当にザコだと思いますが、ちょっと調子乗ってるので剣が突然言ってくださいませんか。かけてくるんだったらいいっすよ。あの向こうがいいって言うんだったらやりますけど、セナさん、向こうが和道と話したいって言うんだったらやります。はい。ただ違うんですよ、昼間に向こうがなんか詐欺師どうのこうのっつうタイトルで突末して、あの全然俺は喋ってもいいよ。ただ俺に喧嘩突然勝てるわけないと思うよ。うん。いや、サバゲ好きなんすか。いいっすね、いいっすね。配信でやりますよ。全然全然やります。はい。でも最初に売ってきたの向こうだからね、喧嘩。うん、最初に喧嘩売ってきたのは向こうだから。うん、いいっすよ、全然。俺は受けるっつって向こうが逃げたんだよ。またザクロかよっていうね。またザクロかよっていう。もう昼間もその話題やったじゃんっていうね。うん、いや全然構わないよ俺は。うん、ニコ生の、ニコ生とフワッチでポッと出たやつとニコ生で4年間やってきた配信者とは全然レベルが違うでしょ。うん、ああ全然いいよ。そう、ザクロってやつが喧嘩打ってきたよ俺に。なんかミュウツーの弟子を名乗ってるらしいよ。もうミュウツーの弟子なんだけど閲覧がぶっぱねてんのね。今リスマン1位でしょ。改造せず窓ならいける。へえ、金属の BB 弾とかあるんだ。へえ、すげえ。ニコ生の喧嘩卒はニコ生で鍛えられた配信者強いよやっぱり。いや、ミュウツーの弟子名乗ってんのにミュウツーの閲覧もなんか10倍ぐらいあるからね。すげえよ。ミュウツーとクモン流の弟子を名乗ってるらしいんだけど、レベルが全然違う。リスさん頑張って。ああ、ありがとうございます。ポニョさん頑張ります、ありがとう。まあまあ俺はまったりやるけど、うん、ね。まあこれで揃ったか。まああとはリスナーさんから銃当たったら失明するでしょうね多分。金属弾は車の窓行けるっていうことは、改造せずに車の窓行けますっていう、危ないでしょそれ。
ゴーグルはもう決めてあります。もうアマゾンで決めました。見ます？アマゾン行く？アマゾン行きますか。もう決めましたよ、ルシさん。マイクエフェクター、ワドさんのマイクエフェクター欲しくて調べたら放送紹介があって同じやつ買いました。あ、そう、これいいっすよね。あー、いいだろう、おい。あ、おい、このよ、ヤマハのよ、AG03 はよ、俺の声でっからよ、な、部長、コロンコロン。いいよね。うなちゃんマンエフェクターついてるから。いや、これマジでいいっすよ。これは本当に、使いやすいし、これおすすめっすね、本当に。配信やるんだったら、音にこだわるんだったら、すごい音クリアサウンドになるし、本当にいいっす、これは。俺がね、今ね、欲しいなと思ってるの、これですね。これさ、また賛否両論分かれるかもしれないんだけど、俺が今買おうとしてるのはこれ。どう？微妙？これどうかな？俺はこれでいこうかなと思ってるんだけど、微妙？みんなどう？スワット。かっこよくないこれ。微妙？これいいんじゃないかなと思って、これ買おうと思ってんだよね、俺。何を目指し、いや、二つ迷ってるんですよ。こっちか、こっちか、さっきのか。これ？どっちがいいかなと思って。ただ、これだとちょっと木を照らしすぎてるというか、なんか、なんつうの、ちょっと鮫島さんはこっちじゃねって言ってくれるかもしれないけど、これかこっちにするかスワットにするか。スワットとドクロどっちがいい？スワットとドクロ、俺はスワットがいいなと思ってるの。正直こっちかなと思ってるんだけど、どっちがいいかな。スワットかドクロだったらどっちなんだろう。あられちゃんにこんなキャラいたっけ？鮫島さんは変わってるから、鮫島さんの装備見てないからな、まだ。でもヘルメットの方がなんかかっこいいかなと思ったよ。黒服で全部固めるから。なんかスワットの方が P90 の方合ってる、合ってそうな気がしない？さっきのヘルメットに、ヘルメットにこれ構えてたらかっこいいかなと思って。ドクロでこれだとなんか合ってない感じがするんだよね。あとやっぱ筋トレして腕太くしよう。いや、見た目重視だから。見た目重視。あられちゃんじゃなくて鳥山明の自画像じゃね？あー、そっかそっか、それだ、鳥山明の自画像だ。ザクロは前に別赤で鮫島鶴之進の喧嘩突で鶴之進側についた。鮫島覚えてるはず。へえ。いいね、情報が来たメンバーから。ゴーグル、フェイスガード、使い捨ててもいい服、ニーパッド、動きやすい靴、参加費、飲食代、ハンドガン持ってる、ホルスター、ダンプポーチも必要なんだ、ベスト、長物、メインウェポン、バッテリーかガス、マガジン、ローダーが分かんねえな、バイオ弾、あ、持ってるわ、ボトル、北海道寒い。いいね、使えるな。いいね、ユナンポンが情報くれてるな。やべえ、すげえ強い、すごい強いチームメンバーが入ったね。ユナンポンできるわ、ユナンポンできる子だわ。
ちょっとミーティング開きたいね、鮫島さんとヨナンポンと俺で。ちょっと武器の解説枠みたいなのやりたいね。うん、 MP5。 和道さんすいません、和道さんみたいな太田が相手するほどものではありませんでした。あ、瀬名さん了解です、了解です、了解です。僕は大手じゃないですよ全然。だから僕はあの誰からの凸も断らないですから。あ、全然いいっすよ、全然いいっすよ。僕は誰からも逃げるつもりないんで、あのお気になさらないでください、お気になさらないでください。誰からの挑戦でも受けます。雑魚です、やめてください。いや、やっぱ経験者がいるっていうのは強い、経験者がいると。あ、とんでもないです、瀬名さんありがとうございます。やっぱ経験者は強いんですよ。ありがとう瀬名さん。いやー楽しくなってきたね。あと鮫島さんがアメリカ人を入れたいっつったな。アメリカ人サバゲーオフじゃなくてオンですね、トッシーさん。サバゲーオン会ですね。チーム作ってんすよ、鮫島さんがリーダーで、チームジョーズっていうのを作ってて、ジャパンワークアンチスペシャリスト、要は働きたくないスペシャリストたちのチームですね。ジャパンアンチウォークスペシャリスト、ジョーズです。ジョーズのサブリーダーです。メンバー募集中です。配信 OK で、顔出し OK で、サバゲーやりたい人どしどし問い合わせ待ってます。いや、石野は銃やんないでしょ、こういうのやんないでしょ。っていうか石野はあの生きてくために必死だから拳銃とか買えないでしょ。遊んでる場合じゃないの、余裕がないから石野は。そう、生きるために必死だから今、うん、生存の欲求だから。そう、自己実現の欲求とかそういう高次元な状況じゃない。そう、生きるか死ぬかの本当のサバイバルやってるから。リアルウォーだかんで、ね、石野の場合はリアルウォーですよ、リアルウォー。状況が違いすぎる。マジめんどくせえ、うん、リアルサバゲーだからね。サバゲームじゃないからね、リアルサバイバルだからね。そうそうそう、うん、ゲーム要素一切ないから、ハードモードだからあいつ。うん、石野はすげえハードだと思う。毎日がサバイバルゲーム。そうそうそう、毎日がサバイバルだからゲームじゃないから。ゲーム要素ないから石野、石野生活リアルだからな。強いよな、強いよな石野は、ほんと強いと思うもん。ゲームいらなかった。ゲーム要素ない。旅に出たいって言ってるけど、もう旅に出てるよなあれ。まあもともと東京にいる時点で旅みたいなもんだからな。うん、元々の状況が、状況がすごいからね、とんでもない状況だからな、うん、あーいいね、6段階変形した。もうドーパミン出すぎでしょ今。いやでものんちゃんが久々になんか楽しそうで、すげえ嬉しかった。のんちゃんとサバゲーやんの楽しみだな。のんちゃん強そうだもんね、うん、合わないな、すぐ合わせないダメだもんな、うん、痛い、うん、やばいよね。疲れが吹っ飛んだ。いや、いい疲れだよね、趣味に時間を費やす休日は。やっぱ一生懸命働いて欲しいもん手に入れるって。あ、池袋にいたんすか。新宿から池袋行って、
で、P90 がダメだってなって帰るって。なんなんすかね、店員さんとかに見てもらうのってどうなんすか、店員さんに。ダメなのかな、あとはあれか、フェイスガードとかその辺を買っていけばいいのか、うん、あとチーム誰誘おうかな、モーター関連の修理が必要、あー一番重要なとこっすね、あー深刻な問題だ。新品買っちゃったらどうすか、ルスさん、の新品いっちゃいましょう、新しい P90 ガツンといっちゃいましょう。男は攻めの姿勢で、あー連休ラストか、そっかそっか、いいね、心臓部だよねモーターは、電動ガンでモーターいかれてますっていうのはね致命的だよな、うん、中古で21万、え何もうガチャガチャにいじってるやつなの、え何だって P90 の TR って3万円ぐらいで買えるじゃないですか新品で、あ2万1000円か、びっくりした、新品で3万ぐらいですよね、引かれちゃったんだ、ちょっと悔しいっすよね、若干悔しいっすよね、わかります、つらいよな、サバゲーいつからやるんだろう、なんかね鮫島さんから返信ないんだよね、メール送ったけど多分ね疲れてヘトヘトなんだと思う、既読つかないもん、疲れてたんだろうね多分、もうだって7時間野外で走り回ったんでしょ今日、聞きたかったな話、鮫島さんの、ちょっと残念だな、おい海保こんばんは、お疲れ、海保もサバゲーやる、てかお前最近どうなの、配信者としてなんか話題聞かねえぞ声、どうなの、ちょっとイベントとかあれだよ、大手さんとガンガン絡んで売名時期は一気にやらないとダメだよ、配信毎日やってる、今大事な時期なんだから力入れてこうぜ、うん、気合い入れてこう、あそうなんだ、中西マンとコラボいいね、中西マンとコラボいいじゃん、がっつり絡んでいきな、いいと思ういいと思う、うん、すごいいいと思うよ、ありだよあり、
ガンガン絡みな。ああ、よかったじゃん、よかったじゃん。力借りて、相乗効果狙っていかないとダメだよ。配信者は。相乗効果狙ってこう。相乗効果。頑張れ。唯一俺の弟子を名乗ってるわけだからね。和道流配信者だからね。和道流配信者。閲覧40はまあいいかもね。花火上がると嬉しいのはそりゃそうだよ。配信者だもん。花火上がったら嬉しいよそりゃ。北斗神拳の伝承者の方ですよね。僕ではありません。はい。僕はケンシロウではないです。違います。それドルさんです。ドルの深夜食堂です。ボルサリーノさんいらっしゃい。人違いですね。ざっくり言うと。ざっくり言うと人違いです。はい。はい、おかえり、ペコポコランド。どれの臭い飯も食ったことない人か。そうそうそう。クリーン配信者だよ、クリーン配信者。おかえり、アイテムありがとね。嬉しいよ、花火いただいたら。配信者は花火上がってね、閲覧もらって、コメントもらって、フォロワー増えてなんぼだから。とりあえず今解放が閲覧どれくらい、閲覧じゃなくてフォロワーどれくらいあるかだよね。目標立てた方がいいよ。あ、でもフォロワー500人。ウケるわ。ちょっと面白かったんだけど。あーい、みーすけさんありがとうございます。花火。いや、俺キャプって笑っちゃったよ。ちょっと待ってよ。体張ってるね、解放で。あの、石川のりゆき。これはちょっと面白いな。この枠はちょっと気になるな。だんだん染まってきたな、お前。だんだん染まってきたな。ついにあの、顔芸に走るっていうね。あ、正しい選択だよ、解放、それは、うん。ナイスだよ。開き直ってこう。開き直ってこう。開き直っていきましょう。いや、ちょっと面白かったです。えらい。俺なんか裸エプロンでね、ファミレス入ったかんね。ああ、頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。あざーす。頑張ります。中西マンにもらったんだ。中西マン芸人だからね。あの人と俺コラボしたこと一回もないんだよね。
中西マンと一回絡んでみたいな、ちょっと話してみたい。やっぱね、芸人さんは喋り方根本的にプロだよ。あのアマチュアでやってたとしても、プロでやってたとしても、基礎の話芸が全然違う。配信に向いてるかどうかはまた別問題だけど、全然面白いよね。あ、フォローありがとうございます。コブリンさんどうも。私のホーム画面は開放の富士山にしてる。あ、そうなんだ、コクリン。マジで。あれは面白いね。ちょっとインパクトが強いね。うん、なるほど。結構、じゃあファン増えていってんだ、開放の。開放富士山はちょっと面白かったね。キャラにないことをやった方がいいんだよ、どんどん。いや、面白いでしょ。もともとだって芸人でしょ、中西マンは。顔がずるいよな。顔がすでに面白いもんな。いや、いいじゃん。可愛がられてるじゃん。リスナーさんに可愛がられてもらってなんもだかんね。みんな解放をよろしくお願いしますね。辛い時助かる。解放配信者だよ。うん、解放配信者。もしよかったら見てあげて、タコスケさん一度覗いてみて、面白かったらフォローしてあげて。風呂入りてえな。油、もう年取ると体から油出るよね、顔とかから。油がすごい。あ、そうなんだ。時々見てるんだ、解放の枠。サロンド解放。サムネは俺がつけた。で、解放なんとかだったんだけど、解放にしろっつって、小手半も。俺何歳なんですか。俺はあれだよ、32。鼻の横とかやばいよね。30超えると油がすごい。若くないよ、32。若くないよ。立派なおじさんだよ。証明写真、なんかその障害者手帳の写真じゃなかったかな、証明写真なんだけど、なんか証明写真とか免許証の写真って絶対面白いよね。その漏れないからだろうね。だからこれは絶対配信受けするよっつって。そう、それで本人嫌がったんだけど、やだやだっつって。やっぱ女の人って綺麗に 見せたいわけじゃん。
漏れてる写真、いや漏れてない方がウケるからっつって、それでね無理やり俺がね設定した。本人言いやがったけど、でも結構受けがいいしインパクトあるサムネだよねこれ。手帳の写真だよね。じゃあすいません、一回枠取り直します、一回休憩入れます、すぐ戻ってくるんでまた見に来てください。アイテムありがとう、コメントもありがとう、閲覧ありがとう、一旦すぐ枠取り直します、お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。